毎度おなじみになりました京都西京極のデンデケさんです。広島カープファンの店で有名なんですが、普通のお客さんも、いっぱいおられます。というかそっちの方が多いかもしれません。で、これです。今日はこのマグロの日本マグロの脳天、この油の海苔もトロのとこですよね。これがですね甘いのでございます。ちょっと醤油をと思ったら外れてちょっとつけすぎましたが、これちょっと歯ごたえもあって噛めば噛むほどこうトロの甘いのが、広がりましてですね美味しいんですよ。これそう1個食べてしまったのでもうちょっと持ってやりますので、すいませんました。で、これホタルイカも新物出ております。美しいです。これ下ごしらえ、なんか目を取ったり骨を取ったり大変なんでしょうけども、もうこれが美しくてですねやっぱ美味しいですよねホタルイカで。酢味噌と生姜醤油なんですけど、僕生姜醤油の方がなんか好きなんですよね。醤油が好きなんですよねきっと。これ、美味しいものは袋の中に入っているという、この袋がプチッと弾けた時のあの美味しさ、もう次言ってます。タコブツですね。タコとかイカとかこういうなんか甲殻系のやつがすごい好きなんですよ。まあカニとかエビとかもそうなんですけど、これももう歯ごたえあってプリップリで、非常に美味しゅうございました。ありがとうございます。そんなことなんでまた明日です。ありがとうございます。